ラブラドールレトリバーの老犬コリンは、徐々に病気が悪化し、2017年2月、非情な飼い主によって、ゴミのように捨てられました。その様子を目撃していた隣人は、飼い主になぜそんなことをするのか問い詰めたそうです。すると飼い主の口からは、あまりにも悲しい返事が返ってきました。この犬は病気になり、体中、ダニと蚤だらけだ。もはや価値がない。隣人は飼い主の非常識さと老犬の緊急事態に対して、自身の Facebook にコリンの身に起きている出来事を、写真と共に投稿しました。フロリダ州マイアミで動物保護団体を行う、ブレイスさんがコリンの投稿を発見した瞬間、彼女の心は粉々に打ち砕かれ、すぐに救済計画を立てました。地元の動物病院に連絡を入れ協力を求めた後、数時間のうちにグレースさんは、動物病院にコリンを搬送し、すぐに検査が行われました。獣医は、コリンの背中に開いた大きな傷、そして恐ろしい数のダニと蚤に、苦しめられていることを確認しました。さらには、コリンがほとんど盲目であることもわかり、どれだけ辛い経験を背負っていたのかと、医療スタッフたちもグレースさんも深く胸を痛めました。そして血液検査の結果、重度の貧血がありましたが、ダニによる感染症や、ピラリアにはかかっていませんでした。医療スタッフたちは5時間かけて、ダニや蚤を除去しましたが、その数はなんと1000匹。コリンには抗生物質が投与され、丁寧にシャンプーも行いました。さらに温かい毛布と食事が与えられ、優しいスタッフからの愛情と励ましの声を、コリンはしっかりと受け取ったようです。コリンはケアを受けている間ずっと穏やかな表情で、24時間後には尻尾を触れるまでに回復しました。治療を受け始めてから数日後には食欲も回復し、大きく尻尾を振り続けるようになったコリン。その姿は、まるでコリンが、医療スタッフたちにお礼を告げているかのようだった。とグレースさんは話してくれました。コリンの全身は関節炎にかかっていたので、針治療も計画され、背中にできた腫瘍の除去手術も必要でした。グレースさんは、コリンが飼い主に恵まれなかったせいで、これほどまでに辛い経験をすることになったことを、切々と話しました。飼い主が愛情を持って病院の診察を受けさせていれば、コリンの失明も鬱血性心不全も、重度の脊髄関節炎も、1000匹ものダニに侵されることもなかったんです。コリンが望むものは、温かいベッド、触れ合い、食事。たったそれだけのことさえ実現しなかったコリン。グレースさんは、飼い主の飼育放棄の結末に悲しみと怒りを感じました。過去を塗り替えることはできません。残された時間は長くないかもしれませんが、私たちはこれから毎日コリンを愛していきます。こう語るグレースさん。そして保護されて数日後、コリンは永眠につきました。2017年2月20日に保護されて、治療によって一時は回復していたコリンですが、2017年2月28日、コリン、永眠。グレースさんとコリンの医療チームスタッフは、悲しみとともに、コリンの冥福を祈りました。コリンを陰ながら応援していた支持者たちも、コリンの訃報を聞いて深い悲しみに暮れたことでしょう。コリンがこの地球で生きた最後の数日は、
本当に素晴らしいものだったでしょうね。たくさんの方々の愛と努力に感謝します。ご視聴いただき誠にありがとうございました。ご感想などお気軽にコメントください。チャンネル登録をお願いします。